ャンネル。こんにちは。12球団の、あのもうトレードしてあげた方がいいんじゃないの選手を言ってきましたけど、はい、今日はなんと、はい、里崎智也にもトレード話があったっていう話です。あったんですか？はい。いつ頃？あ、いつ僕が知ってるだけで、はい、あの3球団からあったんですよ、はい、え、それってなんで知ってるんですか？まあ、それは、はい、あのまあ、一つは僕にもいろんな人脈があるわけじゃないですか、はい、いろんな人もね、お世話になった人もいるし、はい、いろんなこう人脈がある中で聞くわけですよ、はい、二軍で使われてない時とか、はい、一軍上がってない時だったら、はい、そうやって、まあ、あのなんていうんですか、僕の人脈で僕を応援してくれてる人たちは他の球団に行った方が出れるんちゃうかとか、うん、このままロッテにいても目がないから他の球団の方がいいんちゃうかっていろいろ動いてくれたりするわけですよね、はい、でそうなった時に、はい、そのある球団がそのロッテにあのトレードの打診してオファーしたんだけど、はい、断られたっていうのを、へぇ、はい、3チームしてるんですよ。ああ、そうなんですか、はい、だからそれを第三者から聞いたとこもあるし、はい、当事者の編成担当の人から聞いたこともあるし、はい、そのチームの、いや佐藤ザックもさ、って他のチームでも出れるんだったら頑張ってやろうっていう気持ちとかあるの、それも使ってくれるんだったら、うん、あの僕はあのどの球団でもって思うんですけど、はい、あ、そうなんだって言って、でちょっと日にちが経って、はい、なんかの打診したけど、断られちゃったっていうことは、まあ、ロッテは出したくなかったってことですからね、その時ね、うん、はい、って なったんで、はい、そのなんていうんですかね、でもその時の僕の心境からすると、はい、ロッテで使ってくれないんだったら他の球団で期待されてたり使ってくれる可能性あるんだったら、はい、他の球団行きたいなって思うじゃんね、うんうん、だから俺はずっとトレードはポジティブやって言ってるだけであって、はい、選手にとったらどこで出ても一緒なわけですよ、はい、甲斐にね、うん、宮崎でインタビュー聞いた時に、はい、甲斐選手もそのソフトバンクの2軍3軍でやってる時に当時森コーチから、うん、プロ野球はソフトバンクだけじゃないと、はい、日本でも他の11球団もあるし韓国のチームもあるし、うん、試合もね、ソフトバンクだったら韓国のチームと試合もしてたんで、うん、頑張ってたら誰かが見てくれてるから、うん、プロ野球はソフトバンクだけじゃないんやから、うん、他のチームに行って活躍できる可能性もあるし、うん、だから2軍で3軍で腐ることなく頑張って常に誰かが見てると思ってアピールして頑張っていくんやって言われたのが励みになってって言ってたじゃないですか、はい、で甲斐もトレードされることなく、うん、そのままホークスで頑張ってなったわけですよね、はい、でまあ僕もそのね、僕が知ってるだけで3チームからトレードの可能性あったけど、それがロッテが拒否して頑張って5年目ぐらいに1軍に行けるようになったわけですよね、はい、でもそれはいわばたまたま僕とそのまあね、僕と甲斐はたまたま良かったですね、まあまあそうですね、はい、まあ、トレードって相手とこっち合意の上で行われるもので、ロッテはまあ出したくない、はい、まだ期待してるっていう、そうですね、わけですよね、で期待してるっていうところと、はい、あと僕が頑張れたおかげで1軍に行けたから、はい、であとはもう一つはそのキャッチャーの層が薄かった、あ、ロッテ自体の、ロッテ自体の、はい、でソフトバンク自体も海外行くときは全体的に層が薄くなりかけてた、はい、で怪我してね、で運よく行けた、運よくあの一軍残りで行けたっても言ってたじゃないですか、はい、でそういうラッキーも重なって、うん、チーム事情もあって出る確率が上がって、まあ、本人たちの頑張りもありますけど、はい、一軍に行けた、うん、いわば運もあるんですよね、はい、でもこれが上蓋されてたら、うん、もうどんなに頑張ってもいけないわけですよ、うんうん、ってか行く確率が下がるわけですよね、はい、それだったらトレードの方がいいじゃないですか。僕自身も3チームあったんですよ、はい、そのチーム言ってあげたいですけど、さすがに言えない言いたいんですか？言いたい、さすがに言えないけど、結構過去のことでだいぶ前のことですよ。いや、それはね、ちょっとね、あのいろんな弊害が出てくるから、じゃあちょっと西南球団、パ南球団みたいな、だからあのセドパ、両チーム、両リーグから、へー、普通に、はいはい、だからあの言ったけど、ロッテは出せないってことあるんだって言って、でもやっぱそれ聞くと嬉しかったですか？いや、出してくれてればいいのにと。あ、そうですか。え、だって使われてないから、うん、まあそうですよね。だから出したくないって言うんだったら使えよって思うじゃん、うん、まあ、でもあれですよ、トレードってトレードされたから出られるってわけでもないじゃないですか。でもチャンスは広がるじゃん。まあまあそうですね。だってどの球団にしても基本
トレードで移った選手って全員じゃないですよ、はい、全員じゃないですけど、うん、トレードで移った選手ってかなりの高い比率で最初1軍で使われないですか。あ、確かにそうですね。最初ね、試されてる感じののがあるわけじゃないですか、うん、でそこで頑張れるかどうかは本人次第じゃないですか。はい、まあ、確かにトレードされた選手必ず出てきますね、うん、すぐで活躍したら定着しますもんね。そう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 、うん、でね、よくあのなんか言うたびにメジャーはメジャーはってね、はい、アメリカの人を言う人いますけど、アメリカなんてもうエンドレストレードだからねトレードで FA 移籍みたいな、はい、ほぼ、だってもうだってね、ダルビッシュですら何球団行ったかっていうね、はい、だってカブスでしょ、はい、レンジャーズでしょ、うん、あとあのイチローさんだってマリナーズでしょ、うん、はい、ヤンキースでしょ、でマーリンズでしょ、はい、でノムさんだってレッドソックス、ドジャースとか、はい、あの日本人の選手でもいろんなとこ行ってるじゃないですか、うん、そうですね。だから別に出れるチャンスのあるところに行った方が良くないですか、うん、日本ってまあ結構動きにくいですよね、そういうところだと。だからやっぱりあの保守的なんでしょうね、うん、全体的にやっぱあの終身雇用の精神がまだ、はい、まだここがじんわりしみてるんですよ。そうなんです。あとはやっぱりこの自分のものを、うん、は出したくないっていう、はい、でその中で自分のところに置いといてそれが腐ってもいいっていうの思考が働いてんちゃうかっていう、はい、ああもうこの人たち自分たちのものだっていう、はいはいはい、だって FA 取るのだって結構時間かかりますし、うんうんうん、トレードもそんなに頻繁に行われないじゃないですか、うんうんうん、そう考えるとサッカーってすごい自由に動きますよね。そうですね、あのなんていうんですか、雇用体系がまた野球と違いますもんね、はい、野球は入ったらフリーに動くことはできないですけど、サッカーってフリーに動くことができるんで、うんうん、そういったところは大きいですよね。でもどっちの良さもすごくあると思うんですよ、うんうん、なんか野球ってなかなか出られなくてで、まあ、ずっとそのチームにいる人って多いじゃないですか。だからなんかファンの愛情もやっぱり強いと思うんですよね。だから多分愛が強いすぎて出すのが嫌やってなるんですけど、はい、過保護ですよね過保護も、うん、いいところもありますけどね。でもあの子供を外に出した方が親元離れて出してすごい成長するパターンもあるじゃないですか、まあ、それありますあります。それを願ったって言ってるんです僕は。うん、もう、はい、この中じゃいい感じで育ってないし、育ってご飯の方がいいんちゃうかっていうね。まあまあまあ、まあでも9割以上の人が賛同してくれてるんで、まあそうです、まあ、誰に言ってんやって話なんですけどあのいやでも佐藤さんにトレードの話があったのは結構びっくりしました。結構あるんですよ、うん、いろんな選手に、はい、そのでしかもトレードっていうのは要は使える選手しかトレードにならないんですよ、はい、だっていらないやつはトレードしないでしょ。そうですね、トレードどうですか、いやいや、いらないっつって、はい、だって、いらへんもん、買わへんやん、うん、そうですねいるから買うわけじゃないですか。え、トレードって、まずどうやって持ちかけるんですかね。佐藤さんみたいに、あの球団からこの選手が欲しいんですけどっていうふうに片方が言われてじゃないですか、はい、そしたら、じゃあ誰欲しいんですかっていう感じですかね。そうですか、だから、あじゃあ、うん、あのこの選手トレードをしてもらいたいんですけど、プロジェクトあとはだから こっちが頑張って、この選手、うちのこの選手とトレードどうですかみたいな、え、なんかこう提示されてあれするの、そういうだそしたら、あ、それでもいいなと思ったら、あ、それじゃあそれでいいですよの可能性もあるし、はい、いやじゃあこの選手とかどうですかとか、はい、あとは年俸を釣り合わせなきゃいけないんですよ。あ、そっか、はい、だいたい、まあ、ぴったりじゃないですけど、うん、1億円選手だと1億円ぐらいの選手、はい、もしくは2人で1億円とかそれに近い、はい、うん、もしくは足りなかったらプラス金銭とかっていうのを年俸釣り合わせなきゃいけないんですよ。あ、なんか日本のトレードって多分なんか暗黙の了解、はい、的なので、うんうんうん、なるとやっぱりちょっと合意になるのも、まあ、そう結構難しいですね。だからそれ相応のだからまあ年俸がいわばその選手の基準なんで、それ相応の選手ってことですね、その年俸のよって、うん、いやでもこれ聞いたんですけど、トレードされる選手って本当に前日とかに明日どっかのチーム行ってって言われるらしいですね。はい、だってメジャーなんて、はい、今日、はい、もしヤクルト対阪神で、はい、ヤクルトで試合で出て明日阪神で試合で出るんですからね、トレードされて。え、そんなにすぐですか。はい、え、じゃあもう今日これ終わったら向こうのチームだからそう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 あるらしいです。日本も本当明日もう日本もあるじゃないですか。感じらしいです。でも日本っていうのはレギュラーがトレードされるってないじゃないですか。あんまり。うん、はい、だから次の日行ってすぐ試合とかがないんですよ。ああ、なるほど、はい。しかもちゃんと入団会見とかもしてからとかじゃないですか。うんうんうん、いやでもト
いきなりトレードって言われたらびっくりするだろうな選手、まあ、びっくりしますけど、はい、僕は嬉しい派なんですよ、はい、うんうん、まあまあ、出場機会がないならばね、出場機会があったとしても、うん、トレードはもし言われた時に、はい、僕は嬉しく思うんですよ、うん、それ何でかっていうと、はい、いらないでしょ。でも袴田球団っていうのがあって、はい、僕が袴田球団にいたら、はい、僕がトレードで、はい、もしじゃ あ, あの高木豊球団があったとしたら、はい、袴田球団、はい、で僕袴田球団に所属してて、はい、あの佐藤佐々木君高木豊球団にトレードだからってなった時に、はい、要は僕より高木豊球団から来る選手の方が欲しいってことでしょ、まあそういうですね、普通に考えたら、はい、うん、ってなった時に、うん、そんないらんと思われてるチームに、うん、いたくないもん。あ、それだったら欲しいと思われる球団にいた方がいいじゃないですか、はい、だから嬉しいですよね。トレード出るとき、なんか泣いてる選手いなかったかな。あ、渡辺でしょ、楽天の。ああ、そうですね。 あと藤田選手も横浜出るときやっぱ結構寂しかったって言ってたような気がするんですけど、でも喜んでたよ。まあでも楽天来て大成功ですからね、藤田は。はい、あ、喜んでたんですか。はい、あ、そうなんですね。はい、じゃあ藤田の話しようか、ちょっと。あ、同じ徳島の、はい、藤田は、はい、あの横浜にいた時に、うん、はい、まあ今だから言えるけど、オープン戦とか来てまだレギュラーじゃないから、はい、で同郷だし、うん、あの活躍させて一軍に残させてやりたいじゃん、うん、だから、はい、もう打てそうな配球してやったもんね。本当に、うん、あの全然試合関係ない時にね。あ、そういうこと。もう、はい、オープン戦だから、はい、でこのピッチャーもそんなあの別にランナーも特にいるわけでもないし、はい、うん、だったらホームランは打たれない、はい、しっかり打てるような配球をしてやった。へえ、ヒットが出るような感じで。そう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 。へー、バカ、初球からバカーって、なんか初球振るなんて言われてるんで、何やねんそれみたいな。そうなんですね。とか、はい、まあでもトレードして本当に良かったですよ、ね。いや藤田なんてもう最強じゃないですか。だってあのままだって横浜にでももう多分、あ、もしあのまま仮に横浜にいたら、はい、今藤田のことを知ってるのは藤田のファンと横浜の人と徳島の人だけですよ。多分ほぼ誰も藤田があそこまで守備うまいとか、はい、勝負どころで強いとか、うん、めちゃくちゃ人がいいやつとかっていうのは全国的にほぼ誰も知らなかったと思うんです。もともと守備上手かったですよ。楽天に来て守備もすごい、もう守備職人だっていうのは、うん、そうそうそう。で、ね、いいところで持つし、小技もできるし、その今ねベテランになっても、うん、それなかなかクビにならないっていうところは、うん、何かあった時のバックアップでも使いやすいし、ベンチに置いて途中から行けって言っても完璧な仕事をしてくれるから、はい、使いやすいっていうところもあって、うん、まあいわばトレード大成功じゃないですか。いや大成功です。そう、人生変わったっすよね。いや、もうかなり変わったと思います。だって楽天に来て、多分2012年にトレードだったのかな、うん、で2013年優勝しましたけど、藤田選手いてこその優勝でしたからね。藤田、藤田、まあトレードされてよかったじゃないか、はい、よかったですって言って。あ、そうなんですね。で、何年って、はい、本人の頑張りもだけど、って考えたら、うん、トレード万歳ですよね。だからもう言われたら、もうあの僕だったら、ありがとうございますみたいな、まあ、もう、欲しいって言われるところで頑張りたいですみたいな、うん、はい、選手からトレード出してくださいっていうこともあるんですよね。あるよ、うん、出してた12球団、はいはい、その中には、はい、トレード志願の人もいるからです。そんな裏情報を持ってるんですか。うん、そう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 。それはだって、はい、選手、はい、ね、なんかよくコメント欄にもありましたけど、はい、いや選手がそんな思ってないかもしれんって言いますけど、うん、それはもう、うん、いいように見すぎ。選手なんて、まあ、全員とは言わないですよ、うん、でも、はい、かなり高い確率で全員自分に自信あるわけですよ、はい、でかなりの高い確率でもう使われへんから早くトレード出してほしいわ、もうこんな球団こんな監督でやるの嫌や、うん、こんなコーチと、うん、めっちゃ多いですから。へえ、それでどこにいるんですか、トレードだから、契約更改の時とか、はい、言える時に球団に伝える人が多いわ。もう使わないんでしたら、うん、トレード出してくださいとか、うん、いや、そうですね。まあでも本当話聞いてると、トレードって、まあ、ポジティブな要素ばっかりじゃないですか、うんうん、だから、まあ、今この12球団挙げてきましたけど、まあ、トレードだってもういいでしょ。 いいですね。高島さんが東北放送でしたね、はい、東北放送で全然やりたいことにも使われないで、はい、下働きとかして、はい、ディレクターとかみたいなことばっかり、はい、してたら、はい、隣の何々放送、仙台放送とかで、はい、から
ニュースが書いてるとか、私はあっちに行ったら、目に腫れそうなのに人もいないし、しかも外部の人いっぱい来てるし、でここの人だったらもう名物女子花がいて、この人抜くことは難しいし、はい、そんなんだったらトレードしてほしいなって思わないですか？100%思います。私こんなにできるのにこっち枠ないから、うん、あっちだったら看板貼れるのになって絶対思います。でトレードっていうもしねシステムが仮にあったら、はい、いやトレードをしてほしいなって思うでしょ。思う。その当事者だったらね、はい、思う思う。でも外部の人はいやそんなもうあのなこの人が何かあった時に、うん、いるんやから、うん、あの絶対 チームには必要やって言うんですけど、うん、そんなの知ったことないじゃん。補欠じゃなくてレギュラーじゃないね、うん、というところで、はい、まあまあ、全体的にねざわついたのは良かったし、はい、こういうのでねまた何か好転する話があったらいいし、はい、あのまあ誰しもやらないことを切り込んでいく、はい、これでね現役ドラフトの意味とかを深く考えればいいと思うんですよ、うん、でね、佐々木人のドラフトのことばっかり言ってるんですけど、佐々木自身も3球団からドラフトの可能性があって、うん、あの縦じまじゃなかったかもしれないっていう、ね、しかもそれは嬉しかったって話ですからね。そう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 、うん、というのも含めてですね、はい、もう一回見返してもいいですよ。そうですね、はい、それを踏まえて、はい、ポジティブな気持ちでもう一回見返してもう一回見てほしいですね、はい、はい